阪神急行電鉄。阪神急行電鉄は、1918年、大正7年2月から1943年、昭和18年9月にかけて存在した、阪急阪神ホールディングスの前身となる、鉄道事業者。現在の阪急電鉄各線のうち、新方線、京都線系統を除く路線にあたる地域の路線を、完成させた会社である。本では、 阪神急行電鉄を名乗っていた時代の歴史について、主に述べる。前身となる美濃有り電気軌道については、そちらを参照のこと。また、後の京阪神急行電鉄については、阪急電鉄を参照のこと。現在の阪急の直径母体であり、小林十三率いる美濃有り電気軌道、未遊電車は1910年、明治43年、梅田駅宝塚駅、 美ノ駅間で起動法に基づく電車の運行を開始した。この路線は、現在の阪急宝塚本線、阪急美ノ線であるが、先行して開業していた阪神電気鉄道、現在の本線、京浜電気鉄道、現在の京浜急行電鉄本線などと異なり、二つの大都市間を結ぶものではなかった。そのため、開業前はミミズ電車と揶揄され、 再産性を不安視するる。声が強かったとされている小林はその沿線において、現在の複合型施設経営の原型となる、沿線開発、住宅地、行楽地開発を行うなどし、乗客数を大きく伸ばすことに成功した。しかし将来の発展性を見越した場合、単なる郊外電車では、限界があるとして、開業から間もなくした頃、ショート大阪と貿易港の、ある神戸という、 近畿地方において当時重要視された二大都市間を結ぶ層に参入することを決定した。しかし前日したように、この区間には日本初の都市間電車となる阪神電気鉄道本線が1905年、明治38年に開業しており、1874年、明治7年に開通した内閣鉄道院、当時の国有鉄道を管轄してた館長、東海道本線より、 乗客の多くを奪うことに成功していた。そのため、これと並行する軌道不設特許を確保するのには、様々な障害を乗り越える必要があった。美濃有馬電気軌道が開業した2年後の1912年、明治45年、田循環電気軌道という会社が、神戸市の吹き合い、現在の中央区より、篠原、岡本、森、西宮、深江、三影と、 東海道本線、阪神本線の北側、山手及び南側、海岸を通って、神戸と西宮を結ぶ、形の環状線を付設するための特許を取得した。身の終わり気軌道、以下、ミュートするでは、これと路線を接続させる形で、阪神間の輸送に参入する構想を描いた。しかし競合を避けたい、阪神電気鉄道も、 このなだ循環電気機動の計画には強い関心を抱き、働きかけを行っていた。みゆはそんな中でなんとか、不景気で発起人から資金の払い込みを受けることの来ていなかったなだ、循環電気機動を自身の主導下で設立させる。この時、環状線の南半分は、計画を打ち切るとともに、自社が工事に取り掛かっていた宝塚門戸役人、西宮。 現在の高路園駅あたりの予定線に接続し、中間にある痛みの発展を促すという名目で、13から痛みを経て、門戸薬人に至る区間、13線の特許を1913年、大正2年2月20日に取得することに成功した。ミウでは、特許の習得後、3月には13から、東海道本線沿いに一気に、門戸薬人まで抜けるルートへの変更申請を、 行っている。しかしこれには、翌年1月、明らかに、特許申請時と目的が異なっていることら認めない、判定が下され、結局は、申請時のルートで、未優は1915年、大正4年4月、13戦の試行認可を受けた。だが、その直前の1914年、大正3年、未優社長の岩下清近が頭取を兼任していた。 ミウの大株主である北浜銀行が大阪電気機動大林組への融資焦げ付きもあって破綻し、ミウが負債の担保として預けていた奈良循環電気機動の株式を同行整理にあたって売却する方針がとてられた。北浜銀行の大株主には阪神電気鉄道の専務を務めていた者も,もおり、自体は阪神電気鉄道が奈良循環電気機動の株を 買収する方向で進んだ。美優と小林にとっては危機と言うべき事態であったが小林は阪神に対して野田循環電気軌道の買収を行うのであれば13線敷設のために用した準備費用を保証せよそれができないのなら元線を阪神、美ウの共同経営とするか美優による買収を認可せよと交渉阪神では美ウの資本力が小さいことから この第一次世界大戦勃発直後に起こった強硬化では買収は不可能だろうと考え、買収の意思がないことを未有に伝えた。小林はこの期を逃さず、1916年大正5年4月に臨時株主総会を開催し、長循環電気機道の買収、その特許船と13船との結合を決議する。阪神電気鉄道はこの事態に驚き、 総会無効の訴訟提出、用地買収の妨害といった活動に出た。しかし訴訟は1918年、大正7年12月までに、半身の敗北という形で決着がつき、計画における最大の問題であった、建設資金に関しても、対戦契機を受けて、増資、借用という形で確保することが出た。その他、資材価格の高騰という問題はあったものの、 ようやく計画は前進することになったのである。ミユーは1917年、大正6年6月1日、13戦の計画を、阪神間の競争を行うにあたって優位にすべく、再び南側ルートへの変更申請を行った。これに対しては、伊丹などから約束保護だとして、抗議の声が上がったものの、結局は塚口を経由し、 そこから痛みまで視線を不接することを条件にして8月29日に認可が下った。ミノ有リマ電機起動は1918年、大正7年2月4日、阪神間輸送に参入することを示すため、社名を阪神急行電鉄と改めた。その通称は阪神急行や阪急となり、現在では正式社名にまで用いられるほどになった校舎の呼び名は、 この時生まれたという点で特筆される。なお、正式社名を電気鉄道の略称である電鉄としたり、既存の阪神電気鉄道などに対して速達性をアピールするため、急行の文字を入れたのも、これが初の事例であった。前社は機動法に準拠して付設されているのに、鉄道はおかしいのではないかという鉄道省の指摘に対抗すべく。 小林が考え出したもので、囲碁機動法に基づいて建設された路線が、高速鉄道へ移行する際に活用されることとなる。1920年、大正9年7月16日、右与曲折がありながらも神戸線として、宝塚線の13駅を起点に、神戸駅、上津追に至る区間と、免許申請時の条件とされていた、伊丹線が開業する。 神戸線のルートは既存の阪神本線や東海道本線より北側、山手沿いの人口過疎地域を直線的に少ない駅数で結ぶものとなり、同社の宝塚線や阪神電気鉄道の路線が集落を縫うようにカーブを多用し多くの駅を設けたのとは対照的であった。また河川に関しても、それまでの直接釣り貸し器ではなく、シンプルカテナリ釣り貸し器を採用した。 これらの選択は高速運転を可能にし、開業時は各駅停車ながら、梅田駅神戸、上津追駅間を50分と、阪神より12分の速達運転を行った。小林は開業時、新聞に、綺麗で早うて、柄空き、長めの素敵に良い涼しい電車と路線の特徴を乗せて、アピールを行っている。しかし、小林自身が柄空きと認めたように、 沿線が過疎である上、既存の二路線と競合する神戸線の乗客数はしばらく低迷した。宝塚線より圧倒的に乗客数が低い状態は昭和10年代まで続くが、そのために様々な集客のための努力が行われるようになる。運行面ではまず1922年、大正11年5月、全国の私鉄に先駆けて電車の終電装置を 従来のポールからパンタグラフに交換した。これに伴い速度向上が可能となり、阪神間の所要時間を12月には40分にへ短縮させている。また、新車の投入も宝塚線より優先して行われることになり、日本初の全構成車両となる600型が1926年、対象15年に導入されている。そして、宝塚線の開業時と同様、 沿線開発も進められた。六甲山開発、小林の人的コネクションによる、学校誘致、梅田方向と逆へ向かう、乗客流動の確保を目的としたなどのほか、住宅地開発には特に力が入れられた。住宅開発には、この頃になると、阪急本体のみならず様々な民間業者も参入するようになっており、その結果六甲山六や西宮七園に、 代表されるような高級住宅が形成され、さらには、阪神館モダニズムと呼ばれるような独自の文化生活圏も構築している。なお前述したように、未有時代に免許を取得していた宝塚。西宮高路沿岸の路線については、終点を神戸線と接続する西宮北口駅へ変更した上で、1922年、大正11年9月2日に西宝線として、 開業た、九百二十六年、大正十五年十二月十八日には、阪神線と接続する今津駅まで延伸され、今津線と解称している。神戸線の開業時、梅田駅十三駅間は、宝塚線と線路を共用しており、さらには、平洋軌道も残存していた。また起点となる梅田駅にしても、当時地上を走っていた国鉄東海道本線を、 乗り越える形で、大阪駅の南側へ、未遊時代に設けられた地上駅を2面2線から三線へ拡張させただけで、使用していた。しかし、運転本数の増加により将来的には裁ききれなく、なることが予想されたこと、それに、阪神、国鉄との競合上、平洋軌道を残したままでは高速化による対抗が困難であったことから、 同区間の線路別複々線化、専用軌道化が決定された。1924年、大正13年に新淀川橋梁の掛け替えを行ったことから、この工事は始まり、1926年、大正15年7月5日に完成する。これに伴い梅田は2面4線の航海機となったが、地上の平用軌道区間に関しても、1949年、 昭和24年1月1日に休止となるまで、北野線という支線扱いで、北野駅に至る区間までが残存した。さらにこの用地は、北野線休止後の1959年、昭和34年、京都線梅田乗り入れに伴う三複線化工事の際に活用されている。なお1920年、大正9年頃からは、関はじめら率いる大阪市、それに、 都市改良計画調査会により、将来的には、大阪市外における国鉄、私鉄線を、高架線内市地下線にし、市外を分断している線路、踏切を除去するという内容の計画が持ち上がっており、それに伴い国鉄大阪駅も、価格を分離した上で、旅客専用の高架駅とする計画が立ち上がっていた。そうなると、高架駅として開設された、梅田駅付近に関しては、 再び地上線へ移す必要がある。そのため高架化に際し、駅の部分に関しては、すぐ撤去が可能なように、鉄骨構造で作られていた。その後1928年、昭和3年、大阪駅の貨物扱いが新設された、梅田貨物駅へ移行されると、高架化工事はいよいよ具体化し、1931年、昭和6年6月には、鉄道省、 当時の国有鉄道運営組織より、旧江、梅田駅付近を地上線へ移行する要請が出された。しかし、その費用を全額半給が負担せよとしたことから同社では反発し、以後2年あまりこの件でしょうと揉めることとなった。結局、住民などからも早期に高価化を行うべく要請が出されたため、1933年、 昭和8年8月に一部費用を省が負担することで妥協が成立し、1934年、昭和9年6月1日深夜に共同で工事を実施することとなった。この切り替え工事は国鉄、阪急ともに列車を長期間運休させず、まさに数代で実施することになっていた。阪急側では、神戸線の運転を20時、 宝塚線の運転を23時30分で打ち切り、600人を動員して0時までに軌道を撤去した。そして鉄道省側では1200人を動員し、前日までに準備されていた東海道本線、上東線、あとの大阪環状線の橋脚をはめ込んだ。さらには、国鉄地上線の撤去、阪急地上駅への線路接続も行われたが、約5時間で作業は終了した。 なおこの工事では、小林も、自ら出向いて、陣頭式を行っている。地上駅への移行後、阪急は大規模な拡張工事を実施し、1936年、昭和11年には7面8線という巨大なターミナル駅に成長した。なお、国鉄線を乗り越す部分に使われていた2つの、橋脚は解体して下され、1つは、 神戸線住吉川橋梁が1938年、昭和13年の阪神大水害で流出した際、その代替として活用されている。阪急は、神戸線開業から4ヶ月後の1920年、大正11年11月、自社の建設した梅田ビル1階に日用雑貨を扱う白木屋の出張所を入れ、同時に2階において、 直営で食堂の営業を開始した。これは日本におけるターミナルデパートの先駆とされている。1925年、大正14年には白木屋との契約終了に伴い、半球マーケットとして今度は直営でこれを営業することにした。しかし、何分鉄道事業にしか関わったことのないものによる運営でったことから失敗も多くあったと言われている。 九百二十九年、昭和四年三月には、梅田駅ビルの改築に伴い前述した、阪急マーケットを拡張する形で、当時世界でも類を見ない、鉄道会社直営のデパート、阪急百貨店が開店した、九百四十七年に、独立会社として分離する。なお、開業に際しては、百貨店経営のノウハウを身につけるため、百貨店に関係したものをほとんど審査なしで、 採用したり、アメリカなど、諸国のそれの視察を行ったりしている。これに関しては、周囲から反対の声も強かったが、素人だからこそわかることもある。便利な場所なら、乗れんなしで客が集まるという小林のこともあり、対戦後の長期不強化にもかかわらず、盛況を収めた。この鉄道事業者による百貨店経営は、後に、東横百貨店や、京阪デパートなど、 他の私鉄でも採用されている。神戸線の布設に際し、当初は市街地を離れた上、筒々をターミナルとする予定はなく、三宮への乗り入れを計画していた。しかし、阪急が高架線での乗り入れを主張していたのに対し、神戸市では市街が分断されるとして地下化を主張。沿線住民による高架線反対運動もあって交渉が暗礁に乗り上げていたため、上、 筒井を暫定ターミナルとして開業させたのである。神戸市では、同じく市街を地上線で通っていた東海道本線、阪神本線についても地下線にするよう要請を出していた。このうち阪神については、市内に存在する平用軌道を高架化で解消しようと得ていたものの、市の要望に応じて地下線への計画変更を承諾した1933年に実施が、 東海道本線については、鉄道省が費用が倍になることを理由に難色を示し、結局1931年、昭和6年に高架化が実施された。阪急では、東海道本線の規制事実も挙げて粘り強く交渉を続け、神戸線開業から13年経った1933年、昭和8年、ようやく三宮高架乗り入れに関して、 神戸市会の承諾を得ることができた。これに伴い工事が開始されることになる。この頃になると、東海道本線でも電化工事が進められ、1934年、昭和9年7月の水田駅明石駅間、電化完成時には、大阪駅三宮駅間を24分で走破する、急行電車、関西急電の運行が開始されてた。また、前述したように阪神でも、 平洋軌道の解消による高速化が行われており、阪急としてもこれらへの対抗上、神戸のターミナル駅を市街地かつ交通の接点に移す必要があった。1936年、昭和11年4月1日、三宮に新設された神戸駅、1968年に三宮駅と解消への乗り入れを果たす。この時、駅全体を包むようにして、 神戸阪急ビルが建設され、1995年、平成7年に、阪神、淡路大震災で倒壊するまでの間、神戸における一つのシンボルとなった。この三宮乗り入れに伴い、それまでの上津々井にあった旧、神戸駅は上、津々井駅と改称し、1940年、昭和15年5月20日に廃止されるまでの4年間、西名大駅、後の王子公園駅との間を、 市線の上、津津井として、炭鉱の九十軽電車による折り返し運行が行われた。また、神戸線では九百三十年、昭和五年四月一日より、専用車両の九百型を用いて、全区間を三十分で走る特急の運転が開始されていた、九百三十四年七月に二十五分運転に、短縮が、この三宮乗り入れにより、名実ともに、 阪神急行として、昭和線の急行電車に対抗できる水準となった。その標定速度は、時速 78.0km。最高速度は、時速 95.0km で、標定速度は、軌道法に属する路線としては最高。鉄道線を含めても、阪和電気鉄道の超特急、阪和天王寺駅阪和東市和歌山駅間45分運転。 標定速度時速8 1 6トルに次ぎ、日本第2位となる速さであった。神戸線布設と許修特時の経緯からわかる通り、阪神電気鉄道は、自社線の平行路線となる阪神急行電鉄を、心よく思わなかった。その後、同社は、阪神国道、国道2号上を走る、路面電車布設が決定されと、さらなる競合を阻止すべく、積極的な支援。 介入を行っている、1927年に、子会社の阪神国道電機として、開業、1928年に買収して、阪神国道線都し1975年に廃止。開業当初、阪神電機鉄道の線には、山沿いを走る路線では、採算が取れないだろうと同情的なコメントを送ったりもしているが、同線の沿線開発が進むにつれて、 自社のテリトリーを犯す強力なライバルであるという意識を有するようになった。そのため客を逃す前と、三陰や神戸市街にあった平洋軌道を解消して、全線62分から35分へのスピードアップをしたほか、線形の面で不利な分を本数で補おうと、4分ごとに休行確定電車をそれぞれ走らせる頻発運転を行った。阪神ではこれを、 待たずに乗れる阪神電車としてアピールしている。また、一時は乗客にタオルや花を配ったり、阪急も高温して同様のことをしたと、採算を無視したサービスもいた。その他、第二阪神線として、高期格別線付設による複々線化さえも計画された。その一部は、現在の阪神南馬線として開業している。当然ながら、競争は、 阪神間直通客のみならず、沿線でも行われた。それは、両線が、東海道本線を挟んで近接する西宮市、芦屋市、神戸市あたりにおいて、特に顕著であった。その中には、いささか現代から見ると陰出、あるいは子供じみたようなものも存在した。主なものを挙げると、以下のようになる。エベスとして親しまれる、西宮神社は、 阪神の西宮駅が最寄り駅であった。当然、同車線が参拝客輸送の多くを担っていたわけであるが、阪急ではこの輸送に割り込むことを画策した。西宮市における神戸線の駅は当時から西宮北口駅と宿川駅の二つしかなかったが、1月10日を挟んで3日間開催される東海恵比寿の祭りに合わせ、両駅間に臨時駅、 西宮恵比寿駅を設置、恵比寿さんへは阪急へと宣伝を行った。しかし1月9日の夜恵比寿の晩、臨時駅から神社へ向かう、道の街灯が突如停電した。これによって乗客が迷惑をかぶった。この地域において、配電事業を行っていた阪神が、阪急への妨害を企んでいったことであった。小林は、 阪神急行電鉄発足前の1915年、大正4年、学生野球、後の6大学野球の人気や、全国中等学校野球優勝大会、現、全国高等学校野球選手権大会の開催を見て、さらなる野球の発展を見込み、日本においても、職業野球、プロ野球球団を設立する構想を描いた。日本初のプロ野球球団である、日本運動協会が、 関東大震災の影響で1924年、大正13年に解散し、在にはこれを引き取り、宝塚運動協会として再結成させている。しかし、日本にプロ野球が根付くには、時期創造であり、これは1929年、昭和4年に解散した。その後、阪神が西宮市南部に、阪神甲子園球場を1924年、 大正13年に開設、そして第日本東京野球クラブ、後の読売ジャイアンツ設立を受け、三大都市圏における野球試合の開催を行う構想にり、1935年、昭和10年に大阪タイガース、後の阪神タイガースを設立すると、阪球でもこれに対抗して1936年、昭和11年に、再び野球への参入を決定。 宝塚球場を根拠地に、阪急職業や球団、後の阪急ブレーブスオリックスバファローズを設立した。阪急はそれに飽き足らず、翌年には、甲子園球場から 2km 足らずの至近距離、西宮北口駅のそばに、阪急西宮球場を開設している。阪神タイガースの初代監督である森重雄は、阪急への敗北も要因となって解任されている。 阪急は、六甲山の観光開発を目的に、冒険会社として、六甲登山格空作道、六甲ロープウェイを設立、1931年、昭和6年9月22日より六甲山像、板に六甲山ホテル前館で、ロープウェイ、作道の営意を開始する。すると、阪神も対抗して六甲越有馬鉄道、後の六甲マヤ鉄道を設立し、 1932年、昭和7年、昭和7年3月10日に土ばし、後の六甲ケーブル下六甲山、後の六甲山城前作動と、並行して、ケールカー、工作鉄道を開業させた。その後、全車が不要不急線として1944年、昭和19年1月11日に、撤去されるまでの間、客寄せで競ったと言われている。また、 六甲山麓や、頂上の開発でも競合が見られた。六甲山での開発競争は、六甲山大正から、戦前も参照。1922年、大正11年に不動産開発を行っていた、西宮土地が、阪神の出屋敷駅を起点として向こう側に並行し、伊丹市を経営して阪急にとって、聖域とも言えた宝塚駅に至る、鉄道路線の布設計画を立て、 阪神は、この計画に便乗して、計画実施に必要な会社設立のための資金の、半分に当たる額の趣旨を、決意、1924年、大正13年2月6日に、宝塚甘が崎電気鉄道、二宝電鉄を設立した。阪急は、この計画の免許交付に対抗すべく、甘が崎西宮宝塚循環電気鉄道と称し、 今津線と伊丹線を延伸して、宝塚駅、伊丹駅、塚口駅、阪神、天ヶ崎駅、西宮海岸、今津駅、西宮北口駅、宝塚駅という、環状線の付設計画を早速立案し、特許申請を出す。阪神はこれに再対抗し、出屋敷駅、高須、東浜今津駅間の軌道付設特許申請も、提出した。結局、 阪急の天ヶ崎駅、まず駅間を除いて、すべてに特許は交付されたが、実際に建設されたのは、天ヶ崎海岸線と二宝電鉄のみで、それも前者は大半、後者は全部が未成線と化した。二宝電鉄の完成した路盤は、バス専用自動車道、兵庫県道42号天ヶ崎宝塚線として、転用された。しかし阪神では、 二ら電鉄の路盤を用いたバス専用自動車道を活用し、子会社の阪神国道自動車、後に阪神へ統合、阪神電鉄バス、現、阪神バスとなるによって、大阪梅田新道宝塚館や門戸薬人投高寺などに乗り入れるバスの運行を開始した。阪急はここで妨害を入れ、バス乗り場へ行けないようにバリケードを構築したり、 道を細くして通行しにくくするなどの工作を行ったと言われている。1922年、大正11年、阪神は子会社として、セツ電気自動車を設立し、西宮市西部の高路園駅より北上し、倉ラ園のあたりに至るトロリーバス、無機動電車の付設計画を立てた。阪急では、この計画は自社前のテリトリーを浮かすものとして、反発。 同年12月に急遽本来の予定になかった、神戸線宿川駅より分岐して、紅葉園駅に至る紅葉線の不設認可を受け、1924年、大正13年10月1日に開業させた。その後、阪神のトロリーバス計画は具体化せず、1931年、昭和6年には、摂津電気自動車は解散した。なお戦後には、阪神電鉄バスにより、 紅葉線のエリアを周回するようなルートの西宮、山手線が設された2006年より、阪神バスへ移管。日中戦争、太平洋戦争、第二次世界大戦の進展により、産業界でも戦時体制が強化され、1943年、昭和18年には、陸上交通事業調整法を根拠とし、阪神急行電鉄と京阪電気鉄道は、 対等合併することになった。もともと合併対象としては競合する阪神電気鉄道の方が妥当ではないかと見られていたが、阪神は沿線に軍事工場を有しており、さらに政財界へのパイプも太かったことから単独で残ることがかと判断されたのに対し、一方で京阪は昭和初期に新京阪鉄道、現在の阪急京都本線、千里線、嵐山線を運営、 奈良電気鉄道、後の近鉄京都線を運営、阪和電気鉄道、後の JR 阪和線を運営なえ、過大な投資をし、その債務処理に長らく追われたことから、経営基盤が弱いと判断され、結局阪急との統合に至ったと言われている。この合併は、形式的には、京阪が解散し、阪急が、京阪神急行電鉄と解消する形で、実施された。 京阪は合併後の社名を単に京阪神電気鉄道とすることを提案していたが、阪急側の意向で急行が残ったと言われている。なお、公式の略称は京阪神とされ、対外故障として京阪神急行、京阪神急行電車を用いていたが実際にはほとんど定着せず、利用客は依然として阪急、京阪、新京阪、京阪の有する急。 神経阪鉄道の路線。合併時点では、京阪の神経阪線と相乗していたなどと呼んでいたと言われている。プロ野球の阪急軍も、京阪との合併期間中を通じて、阪急の名称を改めることはなかった。戦中戦後には、資材不足による車両故障や破損、それに空襲の被害などで運行もままならない状態が続くが、 そんな中で1944年、昭和19年4月8日には、新京阪線の急行電車が13駅より、宝塚線を経由し、梅田駅に乗り入れる、戦争末期に空襲と事故の影響で一旦中断、などといった、両者の統合を象徴する出来事もあった。その後、近畿日本鉄道や東京急行電鉄のように、戦中強制的に統合された。 鉄道会社の解体が行われることになり、京阪神急行でも、旧、京阪サイドから分離の圧力が高まった。その際、完全に合併前の状態に戻すべきだという声も強かったが、結局は、旧、阪急側の発言力が大きいことも影響し、新京阪線を残して分離することになった。当時の京阪神急行の大田垣志郎社長は、 分離を正式決定した1949年、昭和24年9月27日の臨時株主総会後に、淀川西岸の各線、新京阪線と旧阪急各線は、日本国有鉄道、国鉄との競合が大きく、高速化や新車投入などを積極的に行う必要があるのに、対し東岸の各線、京阪線、大津線は、 観光輸送面での特色を発揮する必要があり、双方のためにもこの地域ブロックによる分離を行うの、妥当という内容のコメントをしている。同じコメントの末尾では、京阪神急行電鉄としても、新会社をあくまで兄弟会社として育成する義務と責任を感じている次第であるとも述べている。1949年12月1日に、新京阪電気鉄道が、 分離発足し、京阪神急行電鉄は、社名はそのままながら、旧、新京阪線。この時京都線と解消地域を含め、阪急と呼ばれるようになった。1973年、昭和48年4月1日には定着した、略称をそのまま正式社名に採用し、阪急電鉄と解消している。なお、合併前の両社の系列にあった、バス事業者、 阪急側、阪神合同バス。阪急バス、1946年解消。京阪側、京阪自動車、現、京阪バスについては統合の対象とならなかったため、両者の合併中も別会社であったが、京阪の再分離に伴い、1951年に、京阪自動車の淀川西岸の路線が、阪急バスに譲渡されている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。